い、私百花亭ゆかりと申しまして、今から一席打たせていただきますが、名前の由来先に皆さんに、お話しさせていただこうと思います。私百花亭に29年間勤めておりまして、その後ですね、研修講師の仕事をして今5年目でございます。あ、皆さん年齢計算しないでくださいね。はい、そしてですね、百貨店にいた頃はですね、スタイリングコーディネーターという仕事をしておりまして、お客様から、ご予約がありましたら、まあ、2時間ぐらいね、店内を一緒にぐるりと回りながらトータルでコーディネートして差し上げる、そんな仕事をしておりました。まあ、そんな中でもですね、中には怖いお客様というのがいらっしゃいまして、私がこのお客様怖いなと思っていたのが優柔不断なお客様です。もうね、一番長く接客したので6時間接客というのがございました。はい、朝の10時、百貨店というのは10時開店なんですね。10時にいらっしゃって4時まで、で途中やっぱり、ね、2時過ぎてくるとお腹が空くんですね。でお客様に、お客様お腹空きませんか、もしよろしかったらお昼間に挟んで午後からやりませんかというふうにお声掛けするとね、お客様こういうふうに言うんですよ。大丈夫、私朝いっぱい食べてきたから。私の心配はしてくれないんですね。はい、まあ、そんなねお客様、半年に1回ぐらい来て20万30万買ってくださるとてもいいお客様ではあったんですが、ご予約が入るたんびに、わ、また来たみたいなね、はい、あ、怖いと思いながら、やっておりました。まあ、今日はですね、この後、長屋に若者が集まってそんな怖いものの話をしている、そんなお話を一席やらせていただきます。お、みんな集まったかい、入って入って、この岩間市民ホール、詰めりゃ180人は入るってんだから、お、詰めて詰めて、入んな入んな。何なんだよ、こんないっぱい集めてよ、今日なんかあんのかよ。今日はめでてえ日なんだよ。何がめでてえってんだよ。今日はな、俺の誕生日なんだよ。は？お前さん何？あちこちに借金作って、今日はお前さんの誕生日ってかい？誕生日じゃねえよ、誕生日だよ。バカ言っちゃいけねえよ。お前さんが生まれるわけねえだろ。お前さんは裏の溝から湧いて出たんだろ。俺はボウフラじゃねえっつんだよ。俺の25年前に生まれた俺の誕生日だっつんだよ。まあ、とにかくよ、今日はめでてえからよ、みんなパーッと食ってくれ。のり巻きやら、いなり寿司やら、たくさん用意したからよ。酒はねえのかよ。いや、それがよ、来る途中によ、師匠、歌助師匠によ、今日は酒は出しちゃいけねえって言われてんだよ。酒出したら、セリフがポンと飛んじまうかもしれねえだろ。だから出すなって言われてんだよ。なので今日はまあしょうがねえ、ここにある海苔巻きや、いなり寿司で勘弁してくれ。まあとにかくパッとやろうや。まあ、こんだけせっかく集まったんだからよ。あ、たくさん集まったといえば、あいついねえな。いつも一人で、一人いるだけでにぎやかな留子を来てねえじゃねえか。お前声かけてきたのか。あ、かけてきたけどよ、あいつちょっと遅れてくるっていう話だったんだよ。そうか、あいつが一人いるといないとじゃ全然違うからよ。お、噂をすれば、とめこ、お、とめこ、こっちだ、こっちだ。遅かったじゃねえか。はあ、なんだよ、来た途端うるせえな。はあ、誰か追っかけてきてねえか。何言ってんだ、誰も追っかけてきてねえよ。なんだよ、借金取りでもいいのか。いや、違うんだよ。さっき呼び止められたらよ、いたんだよ、後ろに。何がいたってんだよ。上ばみだよ、上ばみ。三角のでっかい頭持ち上げて、おっきな口上げてよ、俺のこと飲み込もうとしてやがったんだよ。バカ言っちゃいけねえよ、上ばみなんかいるわけねえだろ。お前とんだ妄想だな。いや、本当にいたんだって。追っかけてきてねえから安心しろよ。お前あれだろ、普段から長いもん怖え怖えって言ってるから、縄かなんかが上ばみに見えてんだろ。そうなのかな。確かに俺長いもんなんだって怖えよ。まあ、蛇も怖えだろう。それからうどんやそばも怖えだろう。それからふんどしも長くて怖え。だから今日もふんどししてねえ。いや、お前ふんどしぐらいしてこいよ。まったく、お前の長いもん具合にも困ったもんだね。まあ、とにかくよ、今日こんだけ集まってんだ、ちょうどいいや。みんなそれぞれ怖いもんが何なのかちょっと話してみようじゃねえか。ちょっと面白えな。じゃあ奥のお前さん、お前さん何が怖いんだい。私はナメクジ。ああ、ナメクジね。じゃあお前さん何が怖いんだい。ああ、私はカエルだね。あんだい、さっきからヘビやナメクジやカエルや虫剣でもやろうってのかい。じゃあ隣にいるお前さん、お前さん何が怖いんだい。私はアリが怖いね。アリ、アリ、アリの何が怖いんだい。
アリがよ巣穴からゾロ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 出てくるだろう。あれを見るだけでゾゾゾッとするんだよね。それでよく分かるんだよ。あ、俺本当にアリが怖いんだなってありありと分かるってなもんだよ。なんかうまいこと言ったような顔してやがるけどよ。あ、それからよ、あのアリってのは一匹ツツツって歩いてきて、もう一匹ツツツってきて、すれ違いざまにこちょこちょって話すだろ。あの時によ、俺の悪口言ってんじゃねえかなって思って、怖えなって思うんだよ。お前も飛んだ被害妄想だね。はい、じゃあ奥のお前さんは何が怖いんだい？あ、私はそうだね、ゾウが怖いね。ゾウ、ゾウが怖い。ゾウの何が怖いんだい？ゾウってな、あのシワシワだろう。あのシワを伸ばしてったらパック何枚使うんだろうって思うと怖くてな。またくだらねえこと考えてやがんねえお前さんも。あ、じゃあ奥のお前さん、お前さん何が怖いんだい？俺は馬かな。馬、あんな優しい動物はいねえんだぞ。馬のあの長い顔が怖くてよ、そりゃ馬に丸顔はいねえわな。それによ、馬ってあの澄んだ目、あの澄んだ目がなんか俺のこう腹の内まで見透かしてるようで怖えんだよな。お前どんだけ腹黒いんだよ。まあいい、じゃあ奥のお前さん、お前さん何が怖いんだい？私はそうだな、特に怖いもんねえかな。うん？なんかさっきから透かしてこうやって見てるけどよ、何も怖いもんないっていうのかい？ああそうだそうだ、俺は特に怖いもんねえな。いやいや、なんか一つぐらいはあるでしょうよ、言ってみなさいよ。いや、さっきから聞いてられよ。なんだ、蛇が怖い？蛇なんかよ、あれ焼いて食ったらうまいんだぞ。蛇やっちまうの、あれと、あの下手なうなぎとかよりうまいんだからよ。それに蛇ってのは大変重宝だ。頭がちょっと痛えなって時には頭にこう巻けばひんやりして気持ちいいし、勝手に締めてくれるってなもんだ。それによ、なんだ、さっき言ってたのはアリ？アリが来いって言ってたやついたな。アリなんかよ、お祭りの時に赤飯もらってくるだろ。あの時ごまがちょっと足りねえなーときにパラパラーと振りかけて食っちまえばプチプチしてうまいってもんだよ。まあちょっとな、ごまが逃げ出して食いづれえけどよ。それからなんだ、毛虫が来いって言ってたやつもいたな。毛虫なんかよ、こう柄にくくりつけて歯ブラシにしちまうんだよ。最後にプチッと噛むとな、青い汁がたらーってな。汚ねえなお前。それによ、ゾウ、ゾウなんかあれも食ったらうまいんだぞ。正月に食うだろ、ゾウにっつってな。あ、またなんかうまいこと言ったような顔してやがんな。それから馬、馬なんかよ、馬も食うとうまいんだぞ。あれは桜にくっつってな、俺は四つ足のもんだったら何だって食うんだ。おう、言ったな、四つ足のもん何だって食うのかい？そうだ、この間も四つ足のもんだったら何でも食うから持ってこいっつったらよ、こたつの櫓持ってきたやつがいたんだよ。さすがに、さすがの強情なお前さんでもさすがにそれは食えなかっただろ。謝ったか？謝るわけねえだろ。俺は何でも食うよ、四つ足だったら何でも食う。でもよ、こたつの櫓持ってきたやつにこう言ってやったよ。四つ足のもんだったら何でも食うが、俺は当たるもんは食わねえんだっつってな。ああ、落とし話かい。ああ、そうかいそうかい。でもよ、何か一つぐらいはあるでしょうよ、怖いもの、言ってみなさいよ。いや、さっきから言ってるけどよ、何にも怖いもんなんかない、俺に怖いもんなんか。え、なんかちょっと様子がおかしくなってきたね。なんだい、弱々しくなっちゃって。え、なんか怖いもの思い出したんじゃないのかい、言ってみなさいよ。ああ、ちょっと今思い出したらよ、ああなんか急に汗が出てきた。ああちょっと思い出しただけで怖くなってきた。なんだよお前さんの怖いもの言ってみなさいよ。さっきアリが怖いなんて言ったやつもいたぐらいなんだからよ、言ってみなさいよ。そうかい、じゃあ一度しか言わねえからな、一度しか。まんじゅう。え、今まんじゅうっつったか？お、みんな、おま、まんじゅうって虫なんか聞いたことあるか？まんじゅう、あ、二度言っちまった。お、あのあれか、中にあんこが入ってる食うまんじゅうか、温泉まんじゅうとかか。温泉まんじゅう怖い。え、黒糖まんじゅう、黒糖まんじゅう怖い。え、午後一の豚まん、豚まんも怖い。あー、もうだんだん怖くなってきた。ごめんよ、ちょっと先にもう失礼させて、休ませてもらうよ。失礼するよ。おい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 、みんな聞いたかよ。
あのてっちゃんの怖いもの饅頭だとさ。お前さん、てっちゃんのこと好きか？嫌い。お前さんは？俺も嫌い。俺も嫌いなんだよ。あいつをいつもよすかしてやがってよ。ちょっと今からあいつの怖えもんを、怖え饅頭ってやつをよ、みんなで買ってきて集めて、てっちゃんの家に持ってこうじゃねえか。てっちゃんきっと驚くぜ。驚いた顔見てみんなで笑おうじゃねえか。でもよ、どうする？さっきあんだけ冷や汗垂らして怖がってたの、もしかして心臓止まって死んじまうかもしんねえじゃん。死んだっていいよ。あいつなんかみんなでやっちまおう、やっちまおう、やっちまおうって。本当に死んだらどうすんだよ。いや、まんじゅうで死んだらそれこそ暗殺ってなもんだろ。よし、じゃあ今からみんなまんじゅう好きなもん買ってここで集合だ。いいな。お、みんな買ってきたか、買ってきたか。じゃあここにいよう、まんじゅうのけてのけて。はい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 。お、温泉まんじゅうに栗まんじゅう、酒まんじゅうに黒糖まんじゅうに、お、北海道の流氷まんじゅう。今年一番人気のやつじゃねえかよ。なんだよ、午後一の肉まん、豚まん買ってきたのかよ。すげえな、これ今、東京の、どこだっけ、新宿の京王百貨店でしか売ってねえはずだけど、わざわざ新宿まで行ってきたのか。すげえな、おい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 。おし、じゃあこれをよ、今から、てっちゃんの枕元に俺が、置いてくるからよ、あとは俺に任せてくれ。おい、てっちゃん、どうだい、具合よ、よくなったかい。ああ、まんじゅう怖い、まんじゅう怖い。お、じゃあ、てっちゃん、ここに、まんじゅう置いとくからよ。まんじゅうじゃない。てっちゃん、ここにちょっと置いとくからよ。これ見とくれよ。ああ、薬でも買ってきてくれたのかな。ああ、まんじゅうだ、まんじゅう。俺がまんじゅう怖いって言ったのに、何買ってきやがったんだ。うわあ、まんじゅう。温泉まんじゅう。うわあ、温泉まんじゅう、怖えな。あ、栗まんじゅう。うめえな。粒はうめえな。あ、じゃねえや。怖えな。これ、午後一の肉まん、ほかほかじゃねえかよ。どれどれ。あ、うめえな、ありがてえな。わざわざどこ、関西まで行って買ってきてくれたのかな。うめえな、じゃないや、こえや、こえ、こえ、こえ、まんじゅう、こえ、まんじゅう、こえ。あ、ちょっとこの食べきれねえ酒まんとか持って帰るか。黒糖まんじゅうもな。おい、なんかちょっと変な声が聞こえねえか。あ、てっちゃん、何お前食ってんだよ。さっきから様子がおかしいと思ったらよ。まんじゅう、こえ。 お前が本当に怖いのは何なんだよ。熱いお茶がここで一番怖い。